クノーユーコは、日本の実業家。緑内障転換薬、便秘薬の開発と製品化に関わる。ザコンポファーマスーティカルズ共同創業者兼、最高経営責任者、株式会社アールテック上野共同創業者、S&R テクノロジーホールディングズ、LLC 共同創業者兼最高経営責任者、ラスクインテレクチュアルリザーブ AG、共同創業者兼理事、 S&R 財団共同創業者権、最高経営責任者権理事、ジョンズ・ホプキンズ病院理事、ストラスモア・ホール財団理事、元 KO 義塾、大学大学院システムデザインマネジメント、研究科客員教授、ワシントン日本商工会理事、全米桜祭り理事、モーリーンマイクマンスフィールド財団理事。2015年5月フォーブスが選ぶ、アメリカで自力で成功を収めた、 女性50名に日本人で唯一選ばれる。純資産は3億3000万ドルと推定。山口県下松市生まれ。京都大学大学院工学研究科で工学博士号を取得。ミュンヘン工科大学での研究員生活を経て、1989年に株式会社アルテック上野を上野隆と共同創業。基礎研究、開発研究、製造。 承認申請に関わり、1994年に、初のプロストン系緑内障予防薬となる、レスキュラペンガン薬の商品化に成功。その後は、アメリカ合衆国へ拠点を移し、サコンポファーマスーティカルズを共同創業し、初代 CEO となる。同社でもプロストン系新薬の研究開発、会社経営に携わり、慢性特発性便秘薬、アミティーザーの商品化に成功。 2012年に革新的ワクチン開発を目指す VLP セラピューティックスを共同創業。社会起業家としては S&R 財団を設立し CEO のほか、ジョンズ・ホップキンス大学、モーリーンマイク・マンスフィールド財団の理事も務める。ありがとうございます。